さて今日は、えー、日本の裁判を数字で見てみましょう、えー、題して数字で見る裁判という形ですもう20年になりますね小泉元首相の言葉で有名な言葉があります、えー、思い出の事件を裁く最高裁要は裁判に時間とお金がかかりすぎる、えー、っとテレビを見られている皆さん方も日本の裁判というのは非常に時間とお金がかかるという印象をお持ちになっているのではないでしょうか 実は統計見ますと意外なことに日本の裁判は早くて安いんです世界的に見ると、えー、簡単に、えー、いろんな裁判をご説明していこうかと思いますまずは刑事裁判という言葉が出てきました犯罪を犯した人を裁く裁判ですねえー、っとテレビドラマでよく見る刑事ドラマ「警察が被疑者を捕まえる」 犯罪を犯したとしてした人を捕まえるこれもテレビではマスコミの業界用語で容疑者と言いますけども法律用語ではこれを被疑者と言いますニュースで注意深くご覧いただければ警察が発表するときに被疑者誰々を確保したという言い方をしますけども容疑者という言葉は使えません容疑者というのはマスコミの業界用語だということを覚えてやってください被疑者が正しい言葉です でこれを逮捕しますと、えー、検察に送られます検察官のところに送られますよく書類送検とか身柄の送検ということを言いますけど事件を警察から検察に移すということですねでそこで弁護人が、えー、被疑者あるいは被告人の段階から、えー、関わることになります弁護士ですね あごめんなさい被告人という言葉ですけれども被疑者と呼ばれている犯罪を犯したと疑われている人この人が裁判所で検察官によって起訴されると裁判所に訴えられると被告人という名前に変わ,変わ,変わります。これも NHK の業界用語では被告被告告と言うんですけど実は被告ではなくて被告人です被告というのののは民事裁判の時の呼び方です。 まあ細かい点ですがで裁判所の前で、えー、訴えられまして、えー、検察が訴えて弁護士が弁護をするこれが刑事裁判ですだ例えば人を殺したかとかあるいは人に怪我をさせたかとか、えー、そういった裁判をするのが刑事裁判ということになります出てくるのは、えー、裁判所と検察という国家機関と犯罪を犯したとされる被告人ですね まあ、例えは悪いかもしれませんが小学校で悪いことをして担任の先生あるいは校長先生に呼ばれて叱られるといったところでしょうか。さてその中で売信裁判という言葉が出てきましたこれは、えー、先ほどと同じように警察が被疑者を捕まえて検察対被告人という構図になり裁判が行われるんですけど裁判官の代わりに裁判所の代わりに 陪審と呼ばれる一般の人が裁判をするものになります。アメリカの刑事ドラマでよく出てきますのでご覧になった方も多いかと思いますけれども、裁判所裁判官はその裁判を指揮するだけで有罪か無罪かというのは陪審員が評決で決めます。それからこれと似たもので日本が行っている裁判員制度というものがあります。 裁判員制度は一番上のところをご覧ください裁判官の中に裁判官と一緒に一般の人が裁判員として入って裁判をするというものです。先ほどの図と違って裁判官と裁判員が一緒になって判断をするという意味で陪審制度とは異なっています。これを裁判員裁判判員と呼んでいまして えー、日本で2009年からでしたか、えー、行われています。さてそのこの刑事事件ですけど、えー、だんだんと少なくなっています。犯罪で捕まる人も少な少なくなっていますし、えー、裁判自体も全体的に大きく眺めてみると、えー、減っています。それから一番最初に、えー、時間とお金のかかる裁判という言い方が という見方が多いという話をしました。けれども、例えば多くの一番最初の裁判所である。地方裁判所の第1審1回目の裁判の審理期間を見ますと。えー、とえー、っと。2ヶ月以内えっと2ヶ月以内が39% 3ヶ月以内3ヶ月以内が31.8%で3ヶ月以内で70%くらいが終わってますね。 あの非常に日本の刑事裁判は早いので有名です。それから刑事を終わらせて今度は民事裁判、個人と個人の間のやり取りの問題です。えっとこちらは原告と被告という言い方をします。どちらも一般の人です。例えば貸したお金を返せ、あるいはあの売った代金を払えといったように。 一般の人が一般の人を裁判所の前で訴えるという形になります、えー、っとここは家屋宗教土地明け渡しうん難しい表現になってますけども要はあの家を抜かして私の土地だからその土地を返してくれという裁判この場合原告被告に多くの場合訴訟代理人として弁護士がつきます まあ,あの細かい点は除きましょう、えー、原告と被告が裁判所の前で、えー、や,やり合って、えー、議論し合ってそれを裁判所が聞いて判決を出すというものです。個人と個人の間の間法律関係を定める裁判という形になります、えっと。こちらの民事裁判の方は長い目で見るとどん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 増えています。で 平均審理期間が棒グラフではなくて折れ線グラフになってますけども長い目で見ますと一時期ピークのところがありますがなだらかに右下に下がるどんどん裁判も早くなっているという形ですね。地方裁判所の民事に関する審理期間平均で9.0か月という形になってます。 えっとただあの実は判決ままでいくのは半分もありません裁判になって裁判の途中でいろいろ話し合って法廷の前で話し合って和解をする裁判上の和解といいますけども話し合ってもうやめましょうとあるいは裁判の外でいろいろ話し合いましてこの辺りで手を打ちましょうかということで結論を出して裁判自体をやめてしまう。 訴えの取り下げと言いますけどもそういったものが多くて実は判決まで行くのは40%少ない時で30%という形になっていますさて最後になりましたけれどもこの裁判じゃあどれくらい早いかまず民事から見てみましょうか民事お金のやり取りあるいは離婚する といったようなもの全部を含んでますけども個人と個人の間の法律関係ですアメリカが8.5ヶ月イギリスが12ヶ月ドイツが8.3ヶ月フランスかなり短いですけども7.8ヶ月日本が8.2ヶ月というまあ先進国の中でもどちらかといえば早く裁判が行われているということができますそれからもう一つの刑事事件これはすごいです アメリカで6.8か月かかってますがイギリスで6.3か月ドイツで6.6か月フランスが9.1か月日本はなんと3.1か月倍以上のスピードです、まあ、これはあの検察官の段階で訴えるか訴えないかを起訴するか起訴しないかを選ぶことができるつまり確実に勝てるものしか裁判所に出てこないものですから。 そうするとほとんどのケースでもう自白罪を認めています、まあ、そういった事情もありまして非常に早いといとう現実がありますちなみにテレビでも99.9%日本の刑事裁判の有罪率が99.9%だというテレビドラマをやっていましたのでご覧になっている方も多いかと思います。さて 実は日本の裁判早くて安いんだよという話をしてきましたけれどもその中で民事裁判刑事裁判売信裁判裁判員裁判といったものの説明をしてきましたお分かりいただけたことを祈っておりますどうもありがとうございました